でもあと M&A に関する補助金っていうのは拡充されることはあれなくなってしまうってことはないと思うね。やっぱり国策としてその後継者がいない会社を誰かが引き継ぐってところは、はい、そこはやっていきたいと思ってると思うんでね。はい。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、ということで今日は竹賀さんに M&A をする時の補助金制度についてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はいはい、今例えば会社を売りたいと思った時にどういった制度で国がお金を出してくれるとかっていうのがあるんですか？今だと中小企業庁が出してる M&A 業者とか M&A を実行するのにかかった費用に対して補助金が出るっていう制度がありまして、仲介手数料の補助を、そう、仲介手数料もそうですし、はい、買う側だったら監査費用とか充当できるっていう補助金で、制度としてはまず経産省の出してる仲介業者登録っていうのがあるんですね、はい、でそこで登録をしている業者を使えばその補助金申請ができますっていう、なんか登録してないとできないっていう、うん、ちなみにうちの会社は当然登録してます。はいはいはい。中身としては、かかった費用の3分の2を補助します、はい、でただし上限が600万っていうのが今回、まあ、2月9日だかなに終わっちゃった制度で、また次の制度があるんですけど、おそらく4月とか5月とかには新しくまた募集があって、経産省の募集ページに募集をして OK だったら1年以内に行われた M&A に関しては補助金が出ると。注意点としては1年以内なんですけど1回払わないといけないんですよ。例えば石田さんが500万を成功補助でくれて、そのキャッシュアウトのエビデンスを持って補助金があるんで、そこから半年後ぐらいに500万の3分の2が振り込まれるっていう。補助金はねしょうがないよね、その流れになるのは、ね、先にくれっていうことは基本的にないんで。そうですね、うん、でもあと M&A に関する補助金っていうのは拡充されることはあれなくなってしまうってことはないと思うね。やっぱり国策としてその後継者がいない会社を誰かが引き継ぐっていうところは、はい、そこはやっていきたいと思ってると思うんでね、はい、噂によるともしかしたらその今上限が600万ですけど、うん、400万とかになるやもしれんというようなことは聞こえてきますけど、実際はその発表があるまで待たないと全然分かんないですね。じゃあ今はちょうどない時期、今ないですけどまた次が始まるだろうということで、それなりに何らかの支援はしていくと思いますよ、うん、まあ、ずっと今までもあるんであるかなという。何か厳しい要件があるんですか？ないです。基本的にはそのいわゆる本体価格じゃなくて M&A をするのにかかったいろんな仲介手数料とかもろもろの、そうです、うん、ところについて出るってことね。そうです。ただ買う側とかであれば M&A 実行した後の継続的なその事業計画書いたりだとか、うん、報告とかもあるんですよ。業者さんでも補助金の代行申請っていうんですかね、うん、っていうような業者さんもいて、ちょっと高いけど採択された金額の 10% とか 20% とかっていうのを手数料でいただきますよっていうような良さも増えてきているので、そういうのを使ってもいいですし、もう M&A を結構やられてる方だともう自前でどん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 申請しちゃうっていう感じですね。注意点としてはなんとかナンバーという業者登録だけ必要なんですよ。自分の会社のナンバリングを中期庁につけてもらわないといけないので、うん、その申請はただなんで、それだけ自分でやっといて実際 M&A をするときになったら実際に補助金申請をするっていうので、ナンバリングだけでも1週間とか2週間確かかかるんで、事前にやっといてもらうっていうのが一つ賢いかなと。600万とか400万っていうとそう大した金額じゃないような気もしますけど、小中規模なの、はいはい、M&A だったらまあまあでかいよね。そうですね、でかいです、うん、何億みたいなんだったらそれは大したことはないけどさ、善良な気持ちで手数料安くやっているこの FCMA であればかなりの割合を占めますので。そうだよね、はい、うん、それは結構有利なんじゃないかと思うので、はい、まあ、厳しい要件がないなら、はい、その辺の問い合わせもいただいても多少ご紹介なんかもできますので、はい、はい。FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんな豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで